どうも、ジュネジーのナビゲーターの中川大輔です。ZIPFM は現在、For Your Creative Life キャンペーンを実施中です。ZIP 川柳を送っていただいた方に、急速ワイヤレス充電器のプレゼントをしていたり、リツイート数に応じて、マウスのモバイルノートパソコンが当たるキャンペーンなんかも実施しております。ぜひこちらも参加していただきたいんですが、ジェネジーもこの For Your Creative Life キャンペーンの中で PR をバンバンしていきたいというふうに思って SNS を頑張ってるんですよ。例えば Twitter はあのハッシュタグをね、いっぱいジェネジー、カタカナジェネジーつけてつぶやいてくださいっていう PR やっていたりとか、あと TikTok の方も頑張っているし、さらにこう YouTube もね、毎日のように更新頑張っているんですが、インスタグラムがねいまいちらしいんですよ。何を隠そう、インスタグラムを主に更新しているのが僕なんです。僕中川大輔がナビゲーター3人の中でインスタグラム担当を、まあ、一応ねみんなやってるんですけど、その中で一応僕が、担当しているっていうことで、このような結果になっていて、この間ねディレクターがポロッと言ったんですよ。なんだろうな、中くんの投稿ってさ、なんか映えてないよねって言われたんですよ。映えてないですか？こんなのとか、こんなのとか、こんなのとか投稿してるんですけど、映えてないですか？それは良くないということで、今回はとにかく映えるものを作ろうということで、私用意してまいりました。はい、ということで、こちらに材料をご用意いたしました。今日作るのはこれだ。ババン、カラフルわらび餅作っていきたいと思います。これは僕のツイッターをこう流し見していたら急に現れたんですよ。なんだこのカラフルなわらび餅は。調べてみたら、このかき氷のシロップ、これね市販しているもの、これを使って、これまた普通に売っているわらび餅をカラフルに、色をつけることができる。これは映えるでしょう。ということで僕も映えなサングラスをつけて、映えな扇風機に映えなグラスを持ってきましたんで、映えているこのカラフルわらび餅作っていきたいと思います。映え映えですよ。さあ、ここからカラフルわらび餅作っていきたいと思います。と言っても作り方すごいシンプルで、このカップにこのかき氷シロップ3種類を入れて、そこにわらび餅を漬け込むだけらしいんで、まずはわらび餅、メロンシロップ味、緑色ですね。そしてこちらブルーハワイ味、かき氷としては定番かな。いつも思うけど、かき氷のブルーハワイ味って何味か分かんないですよね。そしてこれまた人気定番のシロップ、いちごシロップ、この3種類、緑、青、赤、この3つ3色をわらび餅作っていきたいと思います。この3つにこのわらび餅を入れていくだけです。特になんかあの指示って、あの僕が調べたところには細かく書いてなかったんで、これあのポンポンポンと放り込んでいきたいと思います。まあ3等分なんで3分の1ずつぐらい、暑くなってきたんでね、これからの時期こうわらび餅とか冷たいもの、かき氷なんかもね食べたくなる季節があると思うんですが、そんな時にこの、カラフルわらび餅思い出していただいて、お家にねかき氷シロップあるっていう方も多いと思うので、ぜひ参考にしてみてください。まあ出来栄えを見てから、作るかどうか決めるのもありだと思います。よし、できた。見てください、このように浸かりました。どうなるのか、この後冷蔵庫で冷やすみたいなので、冷やして、完成を待ちたいと思います。今日の YouTube 動画はここまで。チャンネル登録、コメントお待ちしています。明日もお楽しみに。チャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしくお願いします。